どうも皆さんこんにちは、アイシタンチャンネルのたくみです。今回ですね、アイカチーさんより、商品を提供していただいたのでそちらをご紹介します。今回紹介するのはですね、こちらですね、 DF10、木製のイヤホンです。木製のカナル型イヤホンのご紹介ですね。では早速見ていきましょうか。まず箱はこんな感じになっております。結構なんかオーガニックっていうんですかね、はい、こんな感じのナチュラルな感じの箱に入っていまして、プーフェンって書いてありますね。プーフェン、はい、いろいろと書いてあります。日本語の表記はないですね、全部中国語ですね。では開けます。オープン。はい、こんな感じですね。まずこんな感じの中国語で書かれた紙が入っておりますね。で、こちらがね、セット内容でございますね。まずね、このでかいやつ、これ取扱説明書ではありません。これはですね、再生紙を使った、ノートでございますね。ちょっとわかるかな、これ再生紙を使ったこれノートなんですよ。でね、これと一緒にね、あのサインペンが付属しています。極細のサインペン、これね、2つ何であるのかなって思った時に、こうなんかやっぱ木製のイヤホンなので、やっぱりなんか自然を大切にしようみたいな、そういうメッセージでしょうかね。こういう感じで再生紙利用のものとかがついてきておりますと。で、取扱説明書はこんな感じ、こういう感じのやつで、カード式ですね。カード式の取扱説明書が入っております。でですね、ポーチ、イヤホンのポーチはこんな感じの素材ですね。なんか麻みたいな感じの素材です。こういう巾着袋ですね。はいはい。で、こちらにイヤホン本体があります。取り出します、はい、こんな感じになっていまして、下こちらですね。これはイヤーピース類が、入っております。こんな感じで、でコンプライみたいなね、あの低反発のものもありますが、これなんかね、油みたいなものがね結構あってね、ティッシュとかいろんなもので拭いてもね、すごいヌルヌルする。だからあんま使いたくないなっていうのと、このイヤホンにあまり合わないかな、形的にね、うん、はい、こんな感じで内容物は以上です。では早速本体見ていきましょうか。ここを外してと。はい、こんな感じですね。よいしょ。ケーブルの長さはこちら 1.2 メートルとのことです。ケーブル長は 1.2 メートルですね。まあそこそこかな、 1.2 メートルあるんで、まあ普通ぐらいかなと思います。では本体をもっと詳しく見ていきたいと思います。こちら本物の木材を使用しています。塗装していません。本物の木材を使用しているので、まあ何が言いたいかわかるかなと思うんですけど、この木目はこれだけ、オンリーワンなんですね。まあ、つまりですね、まあ、普通に自然の木材をね、こうやって使用しているので、他のものと被らないんですよ。うん。だから本当に自然の木を使用しております。温度管の部分まで木でございます。で、こっちの方にね、メーカーのロゴが彫ってありますね。こんな感じで彫ってあります。で、分岐部分は特にアジャスターみたいなものはありません。R 側にね、こういうリモコンがついています。マイクがあるので、ハンズフリーツアー可能です。で、ボタンは1個だけです。ボリューム調整は、このイヤホンではできませんね。こちら操作の仕方なんですけど、1回押しは、再生一時停止、または通話の応答や切断です。で、こうやってダブル押し、2回押しは、早送りですね。早送りとか次の曲に飛ばすやつです。で、3回押しが前の曲に戻す。またはその曲の途中の場合はその曲の 0分0秒に戻すといった感じで。まあ、2回押しが進める、3回押しが戻すみたいな感じですね。はい、そんな感じ。で、こちらの分岐部からね、先のプラグ側はこんな感じで、ビニールで覆われていませんね。そのさらにですね、その中に、糸というか、こういった布みたいなもので覆われているんです。で、これね、何がいいかって断線しにくいのはあるんですけど、もう、さーっとね、触り心地もいいし、なんといってもおしゃれ、おしゃれ。で、木のね、ハウジングと合いますね、こういう素材を使用してるのは。だからなるべくなんか自然感を出してほしい。あまり工業製品感じゃなくてね。はい。で、プラグ部分はこんな感じになっております。アルミで覆われています、ここね。すごいかっこいい。で、金の 3.5 ミリオーディオジャックとなっております。木っていうのは素材だけでもすごい楽しめると思うんですよ。この模様のね、流れ方みたいなものとかも、すごい綺麗だなと思って、ここら辺とか超好きですね。この年輪っぽいところのね、こういうのもいいなって思いますし、色がね、このちょっと濃い系、
ちょっとね、暗い系ね、こんな感じの黒っぽいやつ。これね、自分かなり好みの色ですね。いい感じ。で、表面はね、適度にピカっておりますので、いいかなと思います。だからちょっと使えばね、もうちょっと色合い変わるかもしれませんね。そこら辺はまあ特に歌ってなかったので、変化するかはわからないんですけど、変化したらまた面白そうですね。装着感は結構いいんですよ、これ。普通にこうやって持っていただいて、ヒュッとね、ヒュッと入れるだけでスポッと入るので、自分の耳にはかなりフィットします。この元からついているイヤーピースでかなりフィットしますね、自分は。ずっとね、ソニーの MDR-EX650 っていうね、なんか6000とか5000ぐらいのね、イヤホンずっと使ってるんですけど、それと同じようなね、いい感じの装着感です。だから本体があまり大きくないんですよ。わかるかな？人差し指。覆われるぐらいかな？覆えるぐらいなので、あんま大きくない。うん。あんまね、ハウジングがでかいのはね、ちょっと耳が重いでか痛くなるので、このようなコンパクトな感じのイヤホンは、自分は結構高評価かなと思います。今回は、アイカチーさんより提供していただいた木製のイヤホンのご紹介でした。まずデザインですね。こちらの木製はオンリーワンということで、それぞれね、違った木目を楽しむことができますので、そこら辺好きな方は多いと思うので、おすすめできるポイントでございます。で、プラグはね、金メッキの相型のプラグとなっておりまして、R 側のね、ケーブルの方にね、リモコンがありまして、マイクがあるので、ハンズフリー通話は可能でございます。で、ボタンは1個しかないんですけど、ボタンの押し方によっていろんな機能をね、当てることができますので、ご安心ください。でですね、ケーブルの長さは 1.2 メートル。そしてちょっと必要かわかんないですけど、インピーダンス、抵抗16オームでございます。そしてカラーバリエーションはブラウンとホワイトがあります。こちらはブラウンです。ホワイトはケーブルが白っぽくて、そして木がですね、無印のファイン材デスクみたいなすごい明るい色。ちょうどこの机の色みたいな感じの木となっております。これほんとこんな感じですね。これよりもうちょっと白いかもしれません。で、メーカーの1年保証がございます。でね、購入日より30日以内ならね、初期不良品は交換してくれるとのことです。こちら、amazon.co.jp で2680円となっております。3000円もいかないでね、こういう感じでデザインも求めて、そして音も求めてね、ちょうどいいイヤホン、そういうものをね、お探しの方はぜひチェックしてみてください。Amazon のリンクは動画の概要欄に貼っておくのでぜひ見てみてください。というわけで今回は以上となります。ぜひ、動画の評価、そしてコメント、そしてですね、一番重要です、アイスタンチャンネルのチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。このままちょっとね、順調に伸びておりますので、このまま年中に2000人いきたいと思いますので、ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。まあ、これからもね、週何本かぐらいをなるべく上げていきたいなと思います。というわけで以上となります。次の動画でお会いしましょう。さよなら。